こんにちは、まろさんです。今日はですね、映画のパンフレットを紹介したいと思います。今絶賛公開中、なんだ、絶賛公表中のターミネーター、ターミネーターニューフェイト、これね、現代はダークフェイトっていうんですけど、日本語タイトルはニューフェイトになってます。多分映画のレビューとかはたくさん動画が出ていると思うんですが、僕の場合はですね、この映画のパンフレットにちょっと着目して、レビューをしてみたいと思います。というのもですね、このパンフレットって 前も話したかな、どっかで。パンフレットって、映画の上映期間中に映画館の売店でしか基本的には手に入らないです。で、映画公開終わってからね、Amazon とかで売ってることもあるんだけども、マーケットプレイスで売ってることもあるんだけど、なんとなんと、映画館でその時買えば800円、820円、これで820円ね、820円のが Amazon の、マーケットプレイスだといきなり2000円とかね、すごい金額がついてたりとかします。なので、本編を見る時間がなくても、とりあえず気になる映画は、パンフレットだけ買っとく。で、最悪劇場で公開、いわゆるロードショーで公開中に見ることができなくてもですね、映画本編は後から DVD とかブルーレイとか出てきますけど、パンフレットに関しては後からその劇場で売ってる価格では手に入らないです。なので、僕はね、映画を見る時間がどうしてもないっていう時はパンフレットだけ買うことがあります。実は今回も正直に言います、まだ本編見てません。すいません。なので僕の中ではネタバレも含めてですね、もうパンフレット見ちゃいましょうっていうところでございます。はい、まずこの表紙すごいですよね。このね、新しいこの、ターミネーターですね、レブナインっていうのが出てくるんですが、これと、リンダ・ハミルトンの、サラ・コナー、それと、アーノルド・シュワルツェネガーさんの、これターミネーターね、あと強化人間とか、あと今回の、回らなければいけない人が出てきます。じゃあパンフレットどんな感じか見てみたいと思います。いつも通り中身を、パッと見せることはできないので、どんなことが書いてあるか一応読んでいきたいと思います。まずですね、このターミネーターニューフェイト、ダークフェイトですが、いわゆるジェームス・キャメロンが作ったターミネーターですね、仮にターミネーター1と言います、とターミネーター 2T2 ですが、それの正当な続編ということで今回作られています。今まで、ターミネーター何本も作られてはいて、アーノルド・シュワルツェネッガーが出てたりとかするんですが、実はこのターミネーターというドラマって言いますかね、これの本当の主人公は誰かというのが多分今回のこのニューフェイトでは明らかになるかなと思っています。というのもですね、これいきなり表紙を開くとかっこいいんですよ。リンダ・ハミルトンです。結構ね、年季が入っております。で、写真もね、こうダーク調の感じなんですが、もうこの時点で、ああもうこの映画は、サラ・コナー、リンダ・ハミルトンのが主役の映画なんだなっていうのがもう有無を言わさず分かりますよね。で、ここに書いてあります、審判の日に備えよ、ターミネーター2の正当な続編、超ド級のアクションと胸を打つドラマ、人類の新たなる運命。いやー、これ全部読みたいことですけどね。というのがまずありまして、イントロダクションですね。で、チューズユアフェイト、人類の危機はまだ終わっていなかったということで、劇場からの本編からの、写真が載ってまして、特にストーリーですね、未来から来たターミネーター T800 の地獄戦に生き残ることができるジョン・コナー、ジョン・コナーも出てくるんですよ、これ。当時の T2 の時のジョン・コナーが出てくるそうです。ここの新しいターミネーターですね、レブナインが出ていますね。すごいですよね、この外骨格システムだったら、はい。で、インタビューの記事ですね。サラ・コナー、
僕の周りにもね、こういうすごいかっこよく年を重ねた女性の人って何人も実はいて、多分あの人にこんな格好させたらめちゃくちゃ似合うんだろうなって思う人がいます。リンダ・ハミルトン、サラ・コナー、28年間サラの深い悲しみを探求して分かったことが何をもたらすかを考えたということでインタビュー記事になってます。で、次がアーノルド・シュワルツネガーですね。今回演じた T-800 はこれまでよりもずっと人間的になっている、途中で、結構ね、こう笑顔はこう作り笑いとか、ね、するターミネーターも出てきたんですけど、そんなでもこのね感じもあるんですが、この T-800T2 では最後こうやってダダン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 こうやって沈んでったんで、溶鉱炉沈んでったんですが、それがなぜいるのかっていうのもちょっとポイントです。それからこのマッケンジー・デイビス、グレイスですね。この強化人間が未来から言ってきます。自分ができるレベルをはるかに超えていたが、戦いもせずにこの役を手放す気はなかった。かっこいいな。強化人間なので、これ写真をよく見るとこう肌がね、継ぎはぎだらけなんですよ。多分機械のパーツみたいなイメージなんでしょうね。で、今回その守らなければいけないダニー・ラモスという女の子を一緒にしています。この次になりますね。ダニーは今までにない新しいアクションヒーローよっていうことでインタビューを答えてます。このね、サラ・コナーがねかっこいいの動じないんだよね。で、ガブリエル・ルナー・レグナイン、この新しいターミネーターですが、進化したこのマシンはずる賢く人間よりも人間らしい。最近本当に人工知能がやっぱりこう現実の生活の中に出てくる中で、かつてはね、夢物語のターミネーターがあったんですが、いよいよこの AI が現実味を帯びてきた中で、このターミネーターの正当な続編を作るっていうところの思い出がここに出ているかなと思います。で、本編からの、写真ですね。やっぱりね、シュワちゃんとね、リンダ・ハミルトンのツーショットかっこいいですよ。なんていうのかな、こういう年の重ね方っていうのはいいなって思いますね。はい。で、めくりますと、ティム・ミラー監督、制作組織、ターミネーターの映画はいつでもリンダ・ハミルトンのサラの話であるべきだった。やっぱり、ね、主役なんですよ、サラ・コナーが、ね、今回そういう正当な続編だそうです。ターミネーター・ダークイートと書きますね。プロダクションノートということで、不可欠だったジェームス・キャメロンの復帰、これライセンスというか なんだっけ制作権がまたジェームス・キャメロンに戻ったんですよね。で、監督として受け継ぐ精神と独自のアプローチということで書いてあります。伝説のツーショットに現場が触れる。そうですよね、サラ・コナーとリンダ・ミルトンとこのアーノルド・シュワルツネガー、この2人がもう撮影の現場に来ただけでもうわっ、ターミネーターだみたいななったそうです。これYouTube にもね、メイキングの動画があったりとかするので、そんなものも面白いですね。多様性が意識された新たなキャストたち、新型ターミネーターレブナインの脅威。で、これ映画なんですが、スペインとハンガリーで再現されたメキシコ、一応舞台がメキシコなんですが、撮影はスペインとハンガリーで行われたということが書いてあります。そしてプロダクションデザイナーソーニャ・クラウスさん、登場人物の状況が悪化するにつれて色彩の楽しみを減らすことを目指しました。色調はね、全部やっぱりダークなんですよね。こうビビッドな色がなかなか出てこないというか、あえて出さないダークな感じの色彩を使っています。多分これ本編全部通してそうなんだろうなと思います。めくるとコラムとして、映画ライターの斉藤博明さん、多様性の一歩先へ、ジェンダーも忘れさせる勇者たちの戦い、それから、アニメ系、ライター杉山スピ豊さん、いいのかな、さらに新たな運命を描く大胆なチャレンジに敬服。ちょびっとこれ、ここにね、映画ご鑑賞後にお読みくださいとあるので、この文章にネタバレがありますね。それから映画文筆家鷲津義明さん、フェイト、運命は自分で切り開くもの、それをテーマにして描かれた魅力的なキャラクターとヘビーなアクション。ヘビーなアクションですよ。もう予告編見てもヘビーなアクションって分かりますよね。で、ジェームス・キャメロンストーリーということで、ジェームス・キャメロンの、コメントが入っております。あとはフィルムメーカーの人たちですね。そしてクレジットが入ってます。このね、すごい気になったのは、実はこれ英語版の
パンフレットがどういうふうに作られてるのかなってすごい今興味を持ってるんです。というのはあまりにも出来がいいので、このこれがあの一応デザイン日本の会社でダイアローグという会社がやってると、ここに奥付けに書いてあるんですけど、これが日本オリジナルでこれを作ったのか、それとももともとアメリカというか、ね、あの本編の方のパンフレットがこういうデザインだったのかっていうところが気になるんですが、すっごいやっぱりかっこいいです。すごいよくできてます。多分ね、これ映画見た後に買うとそれなりのもちろん感動というか、この反復みたいなね、あのシーンを思い出しながらとか出てくるんだと思いますが、もうこれ見ただけでもね、結構もうこのお腹いっぱいにはならないけど、でもいいです。あの見たいなと思うようになりました。というわけで、ターミネーター、ニューフェイト、後ろはサラコナーですよ。やっぱりサラコナーが主役なんです、この映画。ということで、まだ、劇場でやってると絶賛上映中なので、僕も時間を作ってですね、絶対に見ていきたいなと思っております。おすすめです。富士山見るなら山中湖。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。